説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話をしまーす。もしもし、こちら犯罪者。もしもし、こちら警察官。こちら犯罪者。こちら犯罪者。まあ、みんな暇だろう。はい、スドバ前の銀行に集合。スドバ前、はい、了解です。はーい、はい。なんか鳴らさ、通知鳴らさなくてもみんな来てくれるな。もういっか。じゃあ、あ、夏服仕様だ。体験の子呼ぶ？あ、体験の子もいていいと思うよ。優しい。はい、ということで、今日はですね、一般常識クイズなのですが、ですが、はいはいはい。まあ、皆さんにはね、普通に答えていただくんですが、毎回問題のたびにですね、一人、ちょっと借ります、警察官をね。はい。で、その警察官の方に一般常識クイズ、何人が正解するかっていうのを予想してもらいます。おー、うんうん、そうそうそう。それで、まあさすがに警察のみんなならこの問題だったら解けるだろう、こんぐらいだったら解けるだろうって期待を込めて、こんぐらいは正解するかなって人数をね、あらかじめ僕に教えてもらいます。はい。で、まあその人数を当てれたらもう勝ちです。いいですね。はい、はい。じゃあまずは試しで、じゃあそうだな、マロン、マロンおいで。あ、はいはいはい。じゃあ1問目は、はい、常識ない人って警察なれるんですか？数ある楽器の中で一番音階が広いのはどの楽器っていうね、問題を、出します。はい、これマロンも答えてもらいます。はい、はい、これ含めの答え。そうで、何人が正解するかっていう。はいはいはい。まあまあ常識とモラルは別だから。二人？二人？え、それ自分合わせて二人？自分合わせて二人。丸は広いですよ。うん、丸は自信ある。ちなみに。全然ない。ネルナズっていう。オッケー、じゃあ行こう。代表でしょこれ。ああ、はい、集合、はい、集合。はい。じゃあ皆さん問題です。数ある楽器の中で一番音階が広いのは何？じゃあ正解かどうかは言わないので、じゃあまず黎明から。はい、はい。ピアノ。はい、次ピアノ。はい、次レウ。もうピアノ。はい、コウテイ。ピアノ。レさん。私もピアノ。はい、ヒロ。ピアノです。はい、ヒロランかな。うーん、カスタネット。カスタネット、はい。はい、猫。バイオリン。バイオリン、ああ確かにね。うん、ローズ。弦楽器の音階。ホーミー。え？ホーミー。ホーミー。何それ？沖縄の民族楽器になってきた。違う。そう。おえーみたいなやつ。サブロー。響き響き遅いじゃないですか。オルガン。オルガン。オルガン。音域が一番広い楽器は何でしょうしてる。あ。庄司は？庄司は？じゃああれ、あのチューバ。チューバ。はい、ゴリタ。低い音が出る。いや、パイプオルガン。パイプオルガン。いや、別にオルガンもパイプオルガンも一緒でいいんだろ。え、じゃあ、マルンは？トランペット。トランペット。ちなみに、マルンは、マルンは、警察のみんなが2人正解すると思ってました。2人？マルン、ちょっと、舐めすぎですよ。問題ですよ。わかるわけないじゃん、こんなの。この中に正解者は、6人いました。おめでとう。はい、正解はピアノです。おめでとう。イージーですよ。イージー。ピアノなんて点々。始まで押せるもん。そう、80個ぐらい。いや、オルガン。いや、本人ではない。そう、88個あるからね、鍵盤がね、ピアノはね。はい、じゃあ次、じゃあそうだな、皇帝おいで。よし。果物の王様といえば何？固まってたからちょっと散らばるわ。何人わかると思う？果物の王様といえばのわかるやつが何人いるか？え、何人いる今？ちょっと数えていい？いいよ。あ、今12人いるから。うん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 。
市民対応に使うんで。まあ、さっきの回答聞く感じ、日野のは絶対無理なの分かったから。何人 ?4 人。4人で、OK、分かった。4人。とかないと。はい、いくよ。では、果物の王様といえば何と言われていますか？なるほどね。はい。王様はその名も偉大なメハメハ。違うよ。南の大王です、ね。それは別の王様やね。南の島の大王ですね。じゃあ庄司から行こう。果物のあれだよね。王様。王様だな。王様だよね。フルーツキング。キングだよね。キングだよね。わかった。ブランチ。は？ブランチ。ごめん、果物って言ってたよね。何それ？あの、すいません、ボケられませんでした。すみません。ドリアンにボケるな。本当に。ドリアンです。真面目にやるか。はい、すみません。ドリアンです。すみません。ドリアン？オッケー。じゃあレッサン。はい、メロン。メロン。なるほど。はい、次。ニブ。メロン。はい、次。マンゴー。マンゴー。はい、次。ネコマンゴー。ネコマンゴー。はい、次。ドラゴンフルーツ。ドラゴンフルーツ。はい、次。ドリアン。ドリアン。はい、次。ライオン。ライオン。はい。じゃあサブロー。ドラゴンフルーツ。ドラゴンフルーツ。ゴリタ。ドリアン。ドリアン。マルーン。バナナ。バナナ。山本。ドリアンです。皇帝。ドリアンだな。はい、ということで、皇帝はこの問題4人正解すると思ってました。おお。はい。今回の正解者5人。うわー、惜しい。これ皇帝も含めてってこと？当たり前だよ。おい、ふざけんな。じゃあ間違えればよかったよ。違う、あと武井さんがボケてれば、多分。おい、武井みんなの空気が悪い。武井、悪いしね。悪いだけやがって。はい、まあまあ。ということでね、果物の王様はドリアンでございます。ドリアンのやだー、はい、まあまあ常識ですよね。常識ですね。なんで当たり前だな。あ、なんでドリアンが王様と言われるか。うん、だから見た目の問題らしいです。味はなんか王冠だからってことか。味も別にそんなに悪くはない。まあそもそもあと高くて、あ、割となんかその王族とかじゃないと食べれなかったみたいな話もあったりなかったりするらしいですね。匂いがひどいっていうのもあるのかな、うん、やっぱり。それはどうかも。それはどうなんだろうな。ドリアン美味しい。ドリアン美味しい。はい、じゃあ次、じゃあそうだな。じゃあイダバおいで。これ、はい。君が真面目の正解出したらもう終わりでしょ。山大国を治めていたとされる人物は誰という問題。さあ何人がわかると思いますか？13人います。13人。いや、これ全員ボケそうだな。俺も含めたらじゃあ3人。3人 OK。 じゃあ一番最初にしてもらおうかな。最初は、あ、まあ、いや真ん中かな。俺が真ん中回答。真ん中かな、うん、了解。悪いね。はい、じゃあちょっとレイは真ん中に配置します。はい、はい、真ん中回答、はい、一番難しいからね、真ん中がね。まあそこら辺で、じゃあ、邪馬台国を治めていたとされる人物は誰？やっぱこれ簡単じゃない？簡単すぎません、これ。ここじゃあわかる？邪馬台国。邪馬台国？うん。邪馬台国。大丈夫大丈夫大丈夫。日本の資本じゃね？日本の歴史っちゃ歴史だけど。日本の歴史を。猫さん大丈夫？なんで猫さんが右に配置されたか考えて。そうよ。邪馬台国ね、邪馬台国。邪馬台国ね。うん。これはね、しかごめんな、しゃあない。嘘だろ。え、山田海輝？違う。正解ですね。山田海輝。なるほど。じゃあ、レーメン。はい。じゃあ、クレオパトラ。クレオパトラ。はい、次、レッサン。投げやり。ヒミコ。ヒミコ。はい、二部。ヤマトナデシコ。ヤマトナデシコ。いや、えなにちょけてんの。ヒノラン。アルフォートウィスカ。アルフォートウィスカ。はい、次、ショージ。ヤマトナデシコ。ヤマトナデシコ。はい、イタパ。ヒミコ。ヒミコ。はい、次、コーテ。あ、ニックスリア。ニックスリア。はい、ローズ。
中野大江の王子。中野大江の王子。はい、あれむずい方でいいんですか。サブロ。夏目漱石。夏目漱石。ゴリタ。福沢諭吉。はい、丸。からの徳川家康。徳川家康。はい、山本。あの皆さんふざけすぎですよ。豊臣秀吉。豊臣秀吉。ちょっとちょっと。はい。稲葉は正解者が3人だったっけな。3人だと言ってました。今回の正解者は2名。はい。何人ですね。ポケットの方向にシフトしたんだよ。卑弥呼ですね。卑弥呼。いやいや、僕は卑弥呼です。入ったつもりなんですけど。我の歴史では違うけどな。いや、お前の歴史では違うんだよ。伸びまくってたしなんか。歴史改変って良くないよ、普通に。いや、違うから。まあまあ、ここからはね、ここからはね、ちゃんと考えないと分かんない感じの問題なので、まあ、知ってるかどうか。そう、ちゃんと一般常識踏み絵です。はい、踏み絵、まあ、ちゃんと踏み絵していこう、ちゃんとね、うん、ちゃんと答えないといけない、まあ、なんかわかんないからボケてんの恥ずかしいと思う、正直そう、ちゃんと答えよ、ちゃんと答えて何人が本当に正解するか予想してもらおう、うん、なるほど、こっからが本番、こっからが本番、真面目、恥ずかしいと思う、普通に、いや、お前じゃあ特大ブーメランじゃあ、サブロイで月は恒星、衛星、惑星のうちどれという問題が今13人いるんですが、何人正解すると思いますか、この問題。そうそうそう、8ね、うん、はい、じゃあいきましょう、打ち殺せ打ち殺せ、怖い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 、偽物じゃねえぞ、本当に打つからやめて、怖い怖い怖い、はい、じゃあ集合、打ってる打ってる打ってる、行くわよ、はい、できた、では行きます、はい、月、うん、月は、恒星、衛星、惑星のうちどれ、はい、ロコン症状、惑星、嘘、うん、何、惑星、恒星、はい、恒星、はい、レッサン、惑星、はい、2分、恒星、ひのら、皇帝、はい、正直、探偵、なるほど、マンゴー、2番目のやつは何だっけ、2番目は、衛星、ボケないで、衛星、はい、サブロー、ボケないで、惑星、はい、はい、皇帝、衛星、はい、次、ローズ、惑星、はい、ゴリタ、恒星、はい、次、レウ、衛星、はい、マルン、惑星、はい、山本、衛星、ということで、8人が正解すると予想していました。3択だと思ったら5択問題になってたけど正解者4名でございます。4名、はい、月は衛星でございます。衛星、はい、ですね、そう、恒星は太陽とか、自らが光るタイプのやつ、はい、惑星が地球とかだから、で、そう、惑星がその恒星の周りを回るやつ、恒星だろ、皇帝は普通に考えて、バカか、いや、さすがニックス皇帝、そう、地球とかはもう要するに惑星になるわけですよね。その恒星の周りを回るやつだから惑星です。で、衛星は地球とかの周囲を公転してるやつですね。あれは天文学的に言うと衛星に分類されます。だから衛星は恒星と惑星の下だから奴隷階級だぞ。お前ないだろ。さすがニクス階級、頼りになります。ああ、皇帝は恒星だ。光り輝いてるからな。やかましいよ。怖。やかましいよ。やかましいよ、やばい。やかましい。頑張ってまた行きます。じゃあ、じゃあ最後はマンゴー来る？マンゴー。ケセラセラ。とは日本語でどういう意味ですか？これもともとはスペイン語です。ケセラセラね。ケセラセラ。これ何人わかると思う？みんな。今13人いる。ゼロ。ゼロ。ああ、なるほどね。よし、じゃあ行こう。バカにしたい。2点出したって聞いたんだけど、連戦パイ。とんでもない。何点満点で2点？10点満点で2点。よし、行きます。もともとはスペイン語のケセラセラ。とは日本語でどういう意味ですか？わかるんだけど、わかる、
はい、黎明あるな。はい、なんとかなる。おお、はい、次。大丈夫。おお、はい、次。元気。おお、はい、次。呪文。呪文。はい、はい、次。大丈夫。おお、はい、次。はい、慣れることは慣れる。慣れる。うん、オッケー。サブロー。おお、はい、次。Don't worry。いや、日本語でって聞いてんだろ、お前。ああ、そうだ、ね。さすがニクスコで。なるようになるさ。なるようになるさ。はい、次、ローズ。ナンクルナイサー。ナンクルナイサーでごめん、何？あ、まあ、大丈夫。なんとかなる。ああ、ゴリタ。あ、すいません。ちょっともう一回質問。スペイン語で言うところのケセラセラとは日本語でどういう意味ですか？あ、お母さん。お母さん、はい、次。イダバ。モフモフ。モフモフ。オノマトペになるんだ。ケセラマサラ。マルン。なるようになる。山本。ナクルナイサー先に言われちゃったんで、なんとかなる。言おうとしてたんですか？ちなみに。これ俺もね、みんなわかると思ってなかったんだけど、マンゴーはこれ誰もわからないと思ってました。おお、マンゴー正解者正解者は6人います。正解は結構正解者、正解はなんとかなるさでございます。ナックルナイサー。ナックルナイサー惜しかったな。これ常識ですか？常識、割と常識はまた別じゃないですか？常識について疑問。まあまあまあ一般常識、まあ分かればまあまあくらいの、はい、ものでございます。ということで、以上一般常識クイズでございました。はい、人数回答の正解者はゼロなので僕はこのまま帰ります。くしょ、はい、解散さーん。会議のところ失礼します。ホットドッグいりませんか？